はい、では次は大本山南禅寺にやってまいりました。南禅寺は臨済宗のお寺で、禅寺の中で最も高い格式を持つお寺です。では行ってみましょう。はい、ここはですね、南禅寺臨済宗ですね。臨済宗っていうと一番有名なところでいうと比叡山の延暦寺、あれ臨済宗なので、まあ、延暦寺と同じですね。般若心経を、まあ、基本はお供えします。私も延暦寺で修行したことあるんですけど、朝4時からずっと般若心経を読んで滝に打たれるっていうね、そんな滝に打たれるんですか。滝に打たれる修行しますね。ハードですね楽しいですよ。座禅もしたんですか。座禅もしたね。この禅寺って、はい、何か動くと殴るんですね、はい、この木の薄い鉄炭鋼のやつで、はい、ペタって殴るんですけど、はい、この臨済宗の殴る木って角材です。角材、この六角、本当に四角の痛そう。それで後ろからパコンって殴るんじゃなく、はい、前から3発ずつ合計6発どつきます。ダン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 。これがまた痛くて音がでかくてすごいね。すごいですね。本当にそんなことされちゃうんですね。そう、はい、では臨済宗怖いですね。怖いですねはい、では先は大きな門ですね。そうですね、三門ですね。南禅寺重要文化財三門。臨済宗っていうのは修行をすごく大切にする宗教なんですね。だから千日開放行っていう、はい、修行をみんなというかします、臨済宗は、はい、どんなのかっていうと千日間、まあ、地獄みたいな訓練するんですね。最初は何キロか忘れましたけど、それを何百日かで、残りの何百日かが60キロぐらいかな、40キロかな、走り回ります、毎日。だから寝る時間あんまりないんですよ。で一番すごいのが、ね、最後の7日間、はい、最後の7日間は一睡もせず、はい、一滴の水も飲まず、一食も食べずにずっとお経を、はい、人って72時間寝ないと死ぬんです。そうなんです。何日間か水を飲まないと死ぬんです、はい、食事はいいけど水は飲まないと死ぬんです、はい、でも千日開放行の最後の7日間は飲まず食わず寝ず、はい、7日間ずっとお経を唱え続けるんですね。それをできる人っていうのは本当にやっぱ何千人の一人。そうですね、うん、それはお坊さんになるための修行なんですか。違う、一番ペーペーから入っても千日開放行を成し遂げると最高の位になるんです、はい、だから、まあ、追い抜くことができるんで、はい、だから普通はできないです。だから3日間寝ないと人は死ぬんで。そうですよね、普通はできないんですね、はい、まあ、それを成し遂げた人がやっぱ最高の位に行くっていう。なるほど。高さん、それやったんですか。それはできないですよね千日開放行はね、今まで何か成功してるんですけど、2回やったね、変態の方がいるんですけど、それは1人だけですね、今まで。2000日開放行ってね、すごいですね。6年を修行に費やしたということですね。そういうことですね。臨済宗の最高級のお寺ですね。すごいですね。天井の竜がいますね。これね、泣き竜ですかね。泣き竜じゃないですね、これはね。印象的なんですけど、すごいですね。水路ですね、これはね、はい、至る所に水が流れているんですけど、この大きな橋も
最後の一つですね。